はい、山田でございます。メンズエステについてお話しさせていただいております。今日は朝からねバレンタインのイベントで準備させていただきまして、各サロンでまあ準備を施してですね、今ようやく落ち着いて、一段落したところでございます。朝の9時9分今日も間違えて5時半ぐらい起きちゃいましたなで、まあねイベントの準備も早く準備すりゃいいのにね、もう前日とか前々日、まあ、前日ぐらいから慌ててやり始めますからね、いけないなって計画性がないなと反省して、いる次第ではございますけれども、まあバレンタインとかねこの間のクリスマスの時にも言いましたけれども、そんなに別に僕が僕はまあ一応男性なんですよね、おかまぶってますけど、で男性でそんなイベントって別に今までの人生でも、それなりに人並みに毛嫌いはせずにやってきたけど、そんな重要視もしてなかったし、男性のお客様も、まあ、そういう感覚なんじゃないかなって、思ってはいたんですよね。だから、クリスマスのコスプレもそうですけれども、あのサンタコスね、でバレンタインも今回もまあいいかなって思ってたんですけど、それでもやっぱりまあねいろいろチャレンジするっていうのも一つだし、それでも何かやっぱり何かあったら嬉しかったり楽しかったり、ドキドキしたりというのがあるんじゃないかなと思ってね、慌てて、準備させていただきました。で各サロンにね今まあ、準備が終わって、さっきと同じ話ですけれども、っていう感じでございます。だからバレンタインもね、いやいただいたら嬉しいけど、そんないただくためになんかあバレンタインはでもね小5の時が一番モテましたね。小学校5年生の時、11個ぐらいもらってね、クラスの女の子からね、いいねもうモテモテだね。でもそう考えるとこうやって嬉しく喋るってことは嬉しかったんでしょうな。だからやっぱり何かしらあった方がいいのかもしれませんな。それから年々減ってきて、もうね今やもう今やてかもうここ10年ぐらい皆無ですけどね。だってプリエールでもだってバレンタインイベントを やったのは昨日の音声でも話しましたけど、5年目にして初めてですからね。全くね舐めた店長でございますけれども、ただ、まあ、イベント関係もね今年は人並みというかね、内容は別として、面白い内容をできるかどうかは別として、果敢に取り組んではいこうとは思っております。昨日も言ったけど、やっぱなんか何かに取り組んだりとか何かにチャレンジしているっていうお店の方が、何にもしないでね、運営してるお店よりもいいよね多分内容とかね、セラピストさんの質とか、経営者の質とかもあるでしょうけれども、ということでね、でねちょっとこの話はもう終わりにしたくてですね、ネタを考えていたんですが忘れちゃいましたな。何喋るかね、何だったっけな。じゃあちょっと次の作品で話そうとした。でもこれはちょっと話分けた方がいいな。ちょっと考えます。一旦停止で考えます。思い出します。はい、そういうわけでございまして、戻ってまいりましたで、バレンタインもねだからいただくのも、まあ、本当に嬉しいしね、でもなんかね俺なんかに申し訳ねえなみたいな感じになるじゃないですか。それよりもね何かしてあげる方が、楽しいというかね、いう感じでございます。でなんか俺なんかに言えよみたいな、俺なんかっていうのは良くないですよね。どうせとかねそういう言葉出しちゃいけないんだけど、仕事に関してはねすごく前向きなんですけども、女性関係に関してはもうすごく後ろ向きでございますので、この間ねセラピストさんに店長モテないでしょって言ったセラピストさんね、2、3個前の音声に上げてますけど、そんなねそんなことだからモテないんですよ、もうそこそこみたいな、ね、よくというかあったら、指導されてますけれども、まあそれはね置いといて、そうだからね結構舐められてんですよ、
セラピストさんに、まあ、お客様にも舐められてると思うけどね、結構舐められてる。で僕もね、こういった運営っていうのは、まあ、舐められてるぐらいの方がいいと思ってるんですね。この音声ブログで書いたかもしれない、この内容は忘れちゃいましたもう、うん、持論でね、少々舐められてる方がいい。たまにはおちんちんだって舐めてほしいわよ私だって。でもそんなにオフェランスはそんな好きじゃないので、舐められなくていいんですけどね。AV とかももう見ないんですけども、アダルトビデオね、オフェランスのシーンは早送りするぐらいそんなに好きじゃないというか、こだわってないのでね、よろしくお願いいたしますすんません、飽きさせないために言ったんですよ。そうで、舐められるぐらいがいいと思っててね。要は怖そうだったりとかさ、怖い雰囲気を出してマネジメントする方とかもいるじゃないですか。でそれはそれで一つのやり方だと思うんだけど、僕みたいに舐められるぐらいでマネジメントした方がプラスだと思ってるんですよね。それはちょっとこれはえぐいかもしれないし、ノウハウ一つのやり方なので、ちょっとこれ言わない方がいいかなとも思うんですが、もうここまで言うなら言ったのから言っちゃいますけど、要はね、この店長だったら大丈夫だっていう慢心をその誘うというかね、こいつだったらもう余裕だわって思わせるのがね、すごくね僕の中では一つのやりやすいやり方でございまして、例えばセラピストさんでもね、僕はもうニコニコしてるし、その怒らなさそうじゃないです。もともとそういうタイプなんだけどね。もともと根が、怖くないタイプなので、まあ別に演じてるわけじゃないんですけどね。うん、でも、面接してね、じゃあ研修して、それでまあ人間関係はちょっとできるじゃないですか。この店長は、舐めて大丈夫だわっていう、ような方もいらっしゃる。そんな方ばっかりじゃないけどね、やっぱりちゃんと人間対人間でしっかりと接してくださる方が多いけれども、特にちょっと性格的に難があるような方ですと、こいつは適当にやっても大丈夫だとかね、思ってくださるわけですよ。で、そしたら何がいいかっていうと、例えば踏み込んでたことやっちゃった時とかにね、僕怒らなそうじゃん。だから、なんかちょっといい、これこういうことやっちゃったんじゃないのとか言ったらやっちゃいましたみたいにポロッと言ってくれるしね。または、必ずやらなきゃいけない、施術内容だったりそういうのがあったりするじゃないですか。これはみんなでやってることだからやろうねみたいな、お店によっていろんな接客だったり施術の内容があったりすると思うんですけど、それもいや実はやってないんですよね私って言ってくれたりするんですよね。なので、なんていうのかな、早くその方のそのを知るために、こういう間口を広くしておくというか、なんていうのかな、何でも聞いてくれそうな、何でも受け入れてくれそうな、雰囲気を出しておく、まあもともとそういう雰囲気なんですけど、出しておくことで、問題点とかに早く気づけるというのがあるんですよね。だからお客様もそうじゃないですか。この店長、山田店長だったら、まあ別に適当なことやっていい、ダメだけど、やっていいわって思うとね、早めにそういう悪さな部分が出てくるから、そこで、まあ、ピシャッとやるなり、出禁になっていただくなりすればいいからね、なんていうのかな、隠さないというかね、特にお客さんはあんま関係ないか、セラピストなんですよね。だから悪いことしたりとか、自分がこれで本当はいいのかなと思ってることをしちゃっていた場合にね、それを発見できるのに近道になるんですよね。僕が怖そうだったらでも山田にバレないようにしなきゃとか、山田に、内緒にしなきゃ、まあ同じかっていう意識が働くから、やっぱり僕も気をつけて気にして察知しようとはしててもなかなか発見が遅れたりするんですけれども、結構ね早く気づく。これはねどんなマネジメントでも一緒だと思うんです。今までもそんな感じでしたよ、でやっぱね怖く演じてたり、まあ、怖い方であったら、やっぱ相手の心も
なかなか開かないというか、やっぱそこですよね。なんか怖いから緊張しちゃって心開けないとか、こういうふうに言ったら怒られちゃうんじゃないかっていうことで、言えなかったりだとか、そういう雰囲気を出す、まあ、上司というか、運営者よりも、何でも話せそうな雰囲気の、まあ、分かりやすく言うと舐められるぐらいの雰囲気の上司でいいと思うんですよね。それの方が、まあ、この免税ステの運営じゃなくても人間関係でもいいと思ってます。相手の何素を早く知れるから、うん、だから対人友達関係とかでも全部そうですよ。僕は別に怖そうにもしないし、イライラしてそうにもしないしね、もともと怖くないしイライラあんましないタイプなんですけど、うん、だから早めに相手のことを知れるっていうね、これがなんかなんつうの戦略的でもないんだけどね、もう板についてるし、こういう人だからそういう風にやってて、あ、これはすげえメリットあるなって思ってるぐらいですけれども、まあまあそういう感じです。だから免税店の店長さん目指す方もね、なんかガッとね、なんか怖さを出したりとか、そのボスマネジメントでこうしろみたいな、それ以外は認めんみたいなやり方もあるかもしれない。そっちの方がね、お店として、まとまっていくのかもしれないし、もしかしたらそっちの方がいいかもしれないけれども、僕のやり方も一つですよね、選択肢の一つに、それの方が相手のことよく知れるからね、心も開いてもらえやすいし、いいんじゃないかなと思ったりしておりますが、いかがでしょうか。ということで、今日は音声を上げていきますよ。